好きだよ、ひとみ。私も大好き。ゆいとくんの髪の色、肌の色、瞳の色、心の色、私忘れない。何なんですか？え？何なんですか！まさかありえないと思うけど、もしかして二人は付き合ってるの？いいえ、私たちはただの友達。そうだよね、そうだと思って。まだね。ホタル、痛い。前に私から告白したの。でも返事もらってなくて、だからまだなのよ。お兄ちゃん、この人ザレてる。返事だって決まってるのにね。いや、その…もう大丈夫だ。ゆっくりだぞ、ゆっくり。手、離していいぞ。人が必死に話してるのに、もういいよ。待って、夏男。何も答えなくていいです。何も望みませんから。こう思っていいんですよね、俺と先生は両思いだって。返事する代わりに、しばらくこのままでいさせてください。このまま。そういうこと言うなよ。ちょっと締まらない感じだったけど、ひろたかなりに頑張って伝えてくれたんでしょ。私はちゃんと嬉しかったし、顔見て恥ずかしくても逃げないようにするから。またまた、家庭科部の部長さんに聞きましたよ。知らないわ。じゃあお礼のお礼にチアやりますね。聞いてって。このほとばしる思いをチアにして届けたいんです。お願いします。あ、幼馴染ってのは早い者勝ちじゃねえんじゃねえの？ A 君にはかなわないや。どうして分かっちゃうんだろう。付き合いが長いからな、一番。A 君、 A 君、 A 君、 こら降りろ、恥ずかしいだろ。今日も可愛いね。お、マイハニー、つぐみ。ご結婚。つぐみ、もっと強く抱きしめてもいい？失礼しました。ここ、とても気持ちいいんだよ。あったかくていい匂いで。そりゃそうするために干したんだが。うわっ。ね、シロも一緒に寝よう。だから潰れるって。イリア、シロはいい子だね。確かに気持ちいい。最近疲れ気味のせいか、まぶたが重く。というわけで、いや。
よ。だってスーパーアシスタントが貧弱だなんてバレたらかっこ悪いだろ。でもそんなところもとっても可愛いと思うよ。すべすべ、おい、ふくろ、離せ。ちょ、アイト。お、このアホ。一条くん。ん？よ、小野寺じゃねえか。ちょうどよかった、聞いてくれよ。さっき千棘のやつがさ、急に。何も言わないで、じっとしてて。今を楽しく受け入れて、そうすれば色づく世界があなたを待ってます。適当でしょ。わかりますよね。もう後輩たちに気使わせちゃって、ほんとダメだな私。先輩。うん、元気出た。選べ。上半身裸で日本男児風に叫ぶ、下半身裸でアマゾンの戦士風に叫ぶ。このタイミングで、おい空気読めよ。つうかアマゾンイコール下半身丸出しってどんな偏見だよ。どうかしたのアマッチ。いや、やるやるやりますよ。すごい師匠。大関だから。大関？月影の戦闘力をランクで表したものよ。桃は序二段。すみません、助けられっぱなしで。フォローするのが役目と言ったでしょ。任務中。すみません。昨日コウタとミツキとゲームやったんだけどさ、全然勝てないんだよね。お姉ちゃん。あ、もしかして私に言った？あの、間違いまし。先生はお母さんって言っちゃうみたいな。恥ずかしいです。お母さん。お、死の落ち着け。ん？ありますか？ちょっと寒気がするから温かいものが欲しいかも。それなら今すぐ私が体で温めます。体温高いんで。どうですかひなちゃん、温かいですか？とってもダメでしょ。ひなちゃんのことを寝かせてあげないと。